い、皆さんこんにちは、ゆりです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、業務スーパーの購入品の紹介をしていきたいと思います。普段から業務スーパー行ってるんですけど、リピ商品とかもちょっといろいろ紹介していきたいと思います。まずこちらのホールトマトなんですけど、ホールトマト、これもう本当に使える。で、これ私今回は4つかな買いました。缶詰なので、そんなにすぐ賞味期限切れるっていうものでもないから、結構ストックしてあったりとかですかね。糖質多くても脂質は少ないので、体に良い、こういろんな種類の料理作れたりできるので、めちゃくちゃいい。で、これ一つがスーパーより少し安めなんですよね。 400g 入ってて75円なので、スーパーより全然安い。スーパー多分100円とか90何円とかやった気がしますね。4つで300円です。はい、次こちらパスタです。これごめんなさい、ちょっとリピ商品ではないんですが、気になったので買ってみました。パスタは、脂質が少なくて太りにくい食べ物になってます。なので、もちろんね、カルボナーラとかミートソーススパゲッティとかにしちゃったら太りやすくはなるんですけど、例えばペペロンチーノとか、ボンゴレパスタでもすごく美味しくなりますし、脂質を抑えてる方とかはすごくいい。夏になるので冷鮮パスタにもすごくいいと思います。はい、で次がこちらお麩です。お麩はもううちの家族大好きなんですよ。お麩なんですけど、スーパーで買うとね、結構金額がね、そんなに高くもないけど別に安くもなくて、でもこれ業務スーパーやと84円です。しかも結構量入ってますね。で、このお麩は国産になります。で、もう一つがちょっとね、容器に入れ替えちゃったんですけど、このお花のね、お麩なんですが、これも国産です。このお麩 200g 入ってて、448円です。こういうね、お花のお吸い物とかで使うようなお麩って、スーパーじゃめっちゃちっちゃい、これぐらいのしか売ってないんですよね。業務スーパーで 200g も入ってたので、もうこれ買ってきました。特に子供とかこの色味とかめっちゃ喜ぶし、お吸い物結構作るんで、それでちょっと使いたいなと思ってます。はい、次こちら、これはスーパーでも売ってるんですが、チューペットです。皆さん の地域では何て言います？私はずっとチューペットで育ってきました。チューチューアイスとかチューペット、私の知り合いは京都に住んでる子チューベットらしいです。どういうことやろ、チューベット、どうなんですかね。私はチューペットかチューチューアイスで、主人のこの茨城県に住んでるみんなはポッキンアイスって言ってます。だから地域によって言い方違うんですけど、皆さんはちょっとどんな言い方してるかコメント欄でお待ちしてます。はい、とにかくね、夏になるということなので、ちょっとこれも買っちゃいました。これどうなんやろ、あ、100% じゃないねんな。 100% のやつとか売ってるんですけど、これ 100% じゃないですね。フルーツちょっとね、人工のお砂糖が入ってる、太るな。でもたまにやったらいいかなと思って買いました。はい、次こちらポン酢です。ポン酢はもう大きいやつね、いつもこれ買ってます。コストコでもよくね売ってるんですけど、業務スーパーにも寄ったので業務スーパーで買ってきました。このポン酢で私はいつも、牛すじをお湯で湯がいて若干柔らかくした後、ポン酢に漬け込んでネギと七味をかけて食べています。あとその他ポン酢って、例えばおろし焼肉であったりとか、魚とか餃子、大根おろし、カツオのたたきとか、本当にいろんなものとして使えるので、すごいね、ポン酢大好きです。でもポン酢の気をつけないといけないところって、塩分がやっぱ高いんですよ。よくドレッシングの代わりにポン酢かけて食べるっていうダイエットとか私昔よくやってたんですけど、あれ本当にねダメなんですよ。なんか塩分がえぐいんで、それやってると反対に血糖値上がっちゃったりとか、塩分でむくみが出てきたりするので、もうそれったらもうドレッシングを少量とか、あとは青じそのドレッシングとかの方がいいかなと思います。極力ねたっぷりは使わないようにはしてるんですが、すごくやっぱポン酢はね、いろんな料理を作れるのでよく買っています。はい、次こちら焼き海苔です。私焼き海苔ほんと好きなんですよ。もう好きなものしか買ってないんですけど、焼き海苔っていうとお弁当のキャラ弁を作ったりとか、おにぎり作ったりとかするときに使ってるんですけど、味付け海苔となるとやっぱりどうしても糖質であったり塩分があるので、基本的には焼き海苔をね使うようにはしています。チーズ挟んで食べるの好きなんですよ、私焼き海苔にマヨネーズとチーズ、太る。はい、次こちらゆかりです。このゆかりのふりかけもう大好き、もうお弁当にももってこいですし、本当に美味しいですよね。ゆかりはスーパーじゃやっぱ小さめなんですよね。でもすごい大きい量売ってたので買ってきました。詰め替え用として使っていけるんですけど、賞味期限が約1年か
あるので全然余裕ですね。はい、次こちらがですね、チキンブイヨンパウダーです。これが1つ152円です。この大きさで安い。で、あのブイヨンって結構固形のやつが多いんですけど、今回ちょっとパウダー欲しいなって前々から思ってたんですよ。スープとか煮込み料理とかもそうですし、本当にこのブイヨンっていろんなのに使えるんですよね。チャーハンとかもそうですけど、ブイヨンってチャーハン作る前にこう下味つけてお米炊くんですよ。その時にこのブイヨンパウダー振りかけるだけですっごく味に深みが出るので、そういうのにもいいと思います。そのチャーハンとか、まあ、いろんなピラフとかもそうですけど、その下味としても使えます。はい、次こちらケバブシーズニングです。これケバブのシーズニングって初めて見ました。私タコスシーズニングは見たことあったんですけど、ケバブのそのチキンを炒める時とかに入れたりとか、串焼きにしたりとか、いろんなひき肉としても使えるので、タコスとしても使えると思うんですけど、匂ってみたところ、ケバブなんてソースのシーズニングみたいソースみたいな匂いするかなと思ったら、普通にタコスシーズニングと同じ匂いでした。こういうシーズニングっていうのはカロリーとかもそうなんですけど、本当にスパイスなんで低いんですよ。低いっていうか、もう本当に微量しか入ってへんから、チキンとかお肉とかに味付けするのはこういうのがすごくいいと思います。味ってすんのかな。あ、でもタコスと違うわ。舐めるとタコスって本当にスパイスのみなんですけど、これほのかにチキンの香りとか、なんかお肉っぽい香りがする。ナツメグとクミンが入ってるからかな。匂いはめちゃくちゃタコスなんですけど、舐めてみると意外にそうでもなかったです。ケバブのお肉の味がする。いいですね。はい、楽しみです。うわーうわー、めっちゃいい匂い。うわー、今回これちょっとね紹介しますね。今買ってきたのがハーブソルトのアメリカンミックスっていうソルトなんですけど、今まで、マジックソルトとかクレイジーソルトとかいろいろちょっと試してきたことあるんですけど、唐辛子の匂いが最高に効いてる。どっちかというとペペロンチーノとかにもめっちゃ合いそう。だからさっきの買ってきたパスタとめっちゃ合うと思う。それ以外でもこうお肉にかける、ひとかけするだけで結構レベル高い料理になるんじゃないかなってぐらいいい匂い。本当にこれプロの料理人が出すような感じの香りなので、誰やねんって感じだけど、研究家かよって話ですけど、めっちゃ入ってるんですよ。ニンニク、コリアンダー、マスタード、黒胡椒とか、赤パプリカも入ってるのか。結構コストコとかもいろんなスパイスとか、あとソルトとか売ってるんですけど、あの業務スーパーならではのものが結構売ってるんで楽しいですね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次こちらガーリックパウダーなんですが、84円です。スーパーに売ってるやつより若干安め。実は、昨日の夜にチャーハン作った時にちょっとかけてみて食べてみたんですけど、これが美味しいんです。もうね、ミノルくんがね、めっちゃ美味しいめっちゃ美味しいって食べてました。めちゃくちゃね、ニンニクの香り、香ばしい香りがふわーって漂ってくるんですよ。だからお肉料理とか、あとはもう本当に炒め物にぴったりやなっていう風に思いました。で、作った料理のその匂いを引き立てるっていうのもそうですし、このガーリックの香りがすっごく効いててめちゃくちゃ美味しかった。ニンニク好きにはぴったりです。次こちら煮干しです。急にねスパイシー系から出し物に変わっていきました。この煮干しの粉末は美味しいんですよ。それ煮物系に使うのにもいいんですけど、煮干しの粉末は味噌汁に入れるとめっちゃ美味しいです。旨味が変わるんですよね。だから本出汁の代わりにこの煮干しを入れると塩分も控えめになりますし、体にもやっぱいいと思います。で、きのこ味噌汁とかに入れると、まあ、本当に食物繊維とこのカルシウム取れるのでめちゃくちゃ体にいい。うちの娘自体この煮干しすっごいもともと好きなので、ご飯のふりかけとしてかけて食べたりしてるから、例えばおかゆとか、あとは赤ちゃん離乳食始めた頃の時に味付けつけるのに煮干しをちょっと入れてあげると、魚のカルシウムも取れるし、で粉末なのでおかゆとかに混ぜてあげればつるんとしてるからすごい食べやすい。だから手軽にカルシウム取れるからすごくいいと思います。次こちら昆布かつおだしです。これが、昆布とかつおが両方入ってるやつですね。でスーパーで買うよりかは安いです。なので買ってきました。まあ、煮物とかね、めんつゆ作る時とか、あとはうどんのおだしとかにも使えますし、本当にいろんな風に使えます。はい、次こちら業務スーパー専用のねものなんですけど、こちら唐辛子です。
輪切り唐辛子、それから糸切り唐辛子、普通の唐辛子です。まあ、こういう唐辛子ってスーパーですねとか行くとこんなちっちゃいのしか売ってないんですよ。やっぱり多く買いたいなっていう時には業務スーパーとかコストコ行ってます。でこれ本当にね、香りめちゃくちゃいいです。キムチ鍋する時とかにも使えます。キムチ鍋の料理って結構糖質高かったり塩分きつかったりするので、こういうとこから辛みを出してちょっとコチュジャン入れたりとかして、極力こう低カロリー保ちながらキムチ料理作ることが多いので買いました。あとこういう輪切り唐辛子とか糸切り唐辛子っていうのはちょっと料理の香り付けであったり色味をねよくしてみたりとか、なんか添えるものにもすごく使えます。風味とかも良くなりますし、この2つはね、あの漬物とかにもめちゃくちゃ使える。あとは和風料理とかもにも使えますし、エスニック系の料理も使えるから、もう本当に万能。最後なんですけど、冷凍食品がね業務スーパーすごいんですよ。野菜のね冷凍食品すっごく売ってます。コストコ行くとほうれん草、ミックスベジタブル、ブロッコリー、アスパラぐらいなんですけど、業務スーパーは里芋、レンコンとかもね全部売ってます。ネギの冷凍も売ってます。お肉とかも冷凍食品すっごい多いんですけど、まあでも正直お肉はあんまりちょっと美味しくないです。薄いですね。焼くとちっちゃくなっちゃう、溶けちゃうみたいな感じのお肉なんですけど、でも野菜は全然美味しいのでおすすめです。で今回私はホタテのね冷凍のものを買ってきました。1869円のホタテになってます。ホタテって普通に買うと結構高いんですけど、かなり あの量入っててこの金額なので、まあたまに食べる分にはいいんじゃないかなと思って買ってきました。でしかも美味しいんですよね。ぜひ皆さんも試してみてください。まあその他でもこんにゃく麺が売ってるんですけど、黄色のあれがめっちゃ美味しいんですよね。でまだ季節的に売ってないみたいなんで、またね買ったら紹介したいと思います。中華麺とかにもしてるかな、臭みがないんですよね。はい、ということでですね、以上となるんですけど、リピしているもの、それから新しく買ったものを今回紹介していきました。業務スーパーは量もあるし結構安いものもあるので、ぜひぜひ試してみてください。また業務スーパーのね購入したら動画にしたいと思います。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。